こんにちは、ストーンさん。今回はですね、FX は絶対に儲からないという説に対して、まあ理論的にですね、お答えしていこうかと思うんですよ。で、こういうふうに考えてみたらどうかなと思います。一つはですね、FX をたった一回だけやります。ね、ドルを買うにしても、円を売るにしても、どっちでもいいんですけども、FX を一回だけやります。となると、絶対に儲からないですかね。単純に考えて、二人に一人は、儲かって終了ってことになると思うんですよ。二人にするには儲けられなくて終了ってことになります。その事実だけを見ても絶対に儲からないとは言い切れないっていうことが分かると思うんですよ。そして今度はですね、角度を広げて考えてみますね。 FX ってのは絶対に儲からない、100人が100人儲からないもんなんでしょうか。100人が100人儲からないとしたら、そのお金はどこに消えてるんでしょうか。だってみんな特定のドルとか円を売買してるわけですよね。いろんな通貨を。で、絶対儲からないってどういうことかっていうと、100人がそれぞれ1万円ずつ売買をして全員損したってことなんで、100万円なくなったってことですよね。消滅したって。全部手数料ですかね。全部税金ですかね。不思議ですよね。やっぱり単純に考えて、100人の方が参加してそれぞれ1万円ずつ使ったら、単純にですよ。1人が100万円を儲けて、99人がお金を1万円ずつ失う。こういった形が容易に想像できる。つまり、ゼロサムゲームなんですよね。株だって同じで、株券を買うわけですよ。そしたら株とお金の交換が行われてるわけなんですよね。確かに、100万円が株券みたいな紙になったら、儲かったか儲かってないのか分かりませんけども、その株券が時間とともにね、110万円の価値に変化すれば、その時に換金すれば儲かったって話になりますし、その株券が会社が倒産して紙くずになったら100万円が消えたと言ってもいいでしょう。本当にこれ消えますから、株式ってのは。でもドル円って国が消えないっていうことを考えたり、通貨が消滅、いきなりドルがね使用禁止になったってことでもない限りは、何らかの形でどこかに自分のお金っていうのは存在してるわけですよね。で、FX が本当に絶対儲からないとしたらですね、FX をやればやるほどお金が消えて、世の中からドルも円もユーロも消滅するってことになっちゃうんですよ。でも実際は誰かが、一部の人が利益を得て、大多数の人が損失を出してっていうバランスで成り立ってると思うんですよね。まあこれは私がこうやって説明しなくても単純に分かることだと思うんですけども、 FX が絶対に儲からないって言っちゃうと、あ、 FX のことをこれから勉強しようと思ってる方なんだろうか、もしくは分からないまんま損失を個人的に出してやめちゃった恨み節なんだろうかとか思うしかないですよね。少なくとも6年中5年利益を出し続けてる私に向かって言う言葉ではないかなと思うんですけども、ただ私もね、 FX を信じていて、いつかは儲けようと思ってるみたいなところじゃなくて、実際に FX をやることによって利益が積み上がってきて、その裏付けというかね、なんで FX で儲けられる人と儲かってない人がいるのかってことが自分なりに解釈できてるんで、まあどんなことを言われても、あ、そういった意見も当然あるよねと。で、 FX で儲けたことのない人だったらそういうふうに考えたくなることもあるだろうけども、逆に FX で毎日のように少なくとも週単位、月単位、年単位に利益を出しすぎてる私は、これで FX を儲かんないよねっていう風な気持ちにはなかなかなんないなと思うんですよ。ただ100歩譲ってね、私が明日 FX で大きな損失を出したり、以来生涯 FX 勝てない、いきなり勝てなくなっちゃうかもしれない、そういったことが起きないとも限らないので、油断しないようにはしないといけないなと思います。まあですんで思うんですよ、この辺でやめちゃおうかなと、勝ち越してやめようかなと。まあでもね、ここまで FX でお世話になると、自分なりに FX でね勝ててない人に一人でも多く勝利の美酒、テクニカルの真髄ってのを伝えやすくお話していけることはなんとかできないだろうかって考えるんですよ。私のオリジナルの手法じゃないですよ。私は自分オリジナルの手法なんて一回も使ったことないです。そんなことを編み出したこともないです。テクニカルというものを、正確に500年前の人が生み出したテクニカルってものを、
今世界中でそのテクニカルを使ってるわけですよね、多くの方が。でうまくいく人もいかない人もいるっていう現実もあります。その中でテクニカルの本当に自分の個人的感情を抜いたそのスキームだけを伝えていけないかなと思うわけなんですよね。いろんな入門書がありますけども、そこにはねライターさんの気持ちが入っちゃってるんですよ。だから表現の仕方に多少の誤解を生じる文章が入ってるんではなかろうかと思うんで、その辺をいろんな角度から誤解のないように、それこそね 50-50 で伝えていけるように私も伝える力をね鍛えていく。つまりは情報発信が私の仕事なんで、 FX の勝ち方を教えるというよりも FX の勝利の情報ね、テクニカルってものを付け加えずに何も引かずにそのまんま次の世代とか別の方にお伝えしていければその人は勝利に向かうと思うんですよ。まあ数学とか物理の公式みたいなもんですよね。あれっていうのは公式がパチッと書いてあるんで、どんな人がはっきり言ってね、今日教壇に立った人でも30年のベテランでも同じように教えることができると思うんですよ、あの公式は。というのはその公式を自分なりに解釈して伝える人がいないからなんですよ。この公式覚えといてよで終わりなんですよね。私もテクニカル覚えといてよみたいなね、そんなシンプルな伝え方ができないかなというふうに、日夜情報発信のまあ余念がないということですかね、その辺にね。だからこれがね、私オリジナルの手法を伝えるんだったらついてこれない人がいてもしょうがないんですよ私はオリジナルの手法全くないです。うん、あのテクニカルってものを正確に先祖から受け継いでそれを後世に譲り渡すっていう伝道師の役割を担ってるのかなと。だから個人的な解釈を排除してテクニカルに徹底的に、そしてファンダメンタルはまた見方とか情報の取り方にブレができますんで、だからファンダメンタルは無視という形ですかね。はい、ちょっとくどくなりましたけども、そんな形でお伝えしようかと思います、これからもね。まあでもね、 FX は絶対に勝てないからやめておけっていうふうなメッセージはね、なかなか私には面白い刺激になりました。で私はもう心の底から思いますけども、 FX で絶対に勝てないということはないと。正確に学べばテクニカルは味方になると。でも正確に学ばなければテクニカルは敵になり、自分の損切りは誰かの利確になるということですよね。まあそれ以外ないですね。自分の損切りが誰かの利確になると、自分のお金がどっかの誰かの別で FX の口座を作ってる人の口座に移転されるっていう、その事実は変わんないですよね。 FX で100人参加して100人負けましたって言ったらね、そのお金どこ行っちゃったのって話になりますんで、 FX は絶対に勝てないっていうのは、 FX を学んでない人は絶対に勝てないっていうふうに私の中ではね、切り替えて考えていけばいいかなっていうことですかね。はい、じゃあ今日はくどい言い方になりましたけども以上でございます。ストーンさんの動画も楽しませていただきました。ありがとうございました。